日本放送 CP 局アナウンス室所属のアナウンサー。神奈川県横浜市出身、生誕は広島県初日市市。神奈川県立川和高等学校、2020年3月、横浜国立大学理工学部建築学科機械、材料、海洋系学科海洋空間のシステムデザイン EP、卒業後の同年4月、アナウンサーとして、 日本放送の子会社であるミックスゾーンに入社し出向扱いで日本放送に所属。大学の先輩で上司にあたる同局アナウンサーの飯田浩治以来16年振りとなる同局 c p 局アナウンサー室所属の新人男性アナウンサーとして入社。また学生時代にはアナウンススクールとして所属会社同局の先輩である新行一花大泉健と 熊谷実穂と同じテレビ朝日屋宿に通っていた。4月1日に入社式を行い、司会もイーダーが担当して、アナウンサー生活が始まったかと思いきや、新型コロナウイルス感染拡大防止対策で、同局が業界先駆けて厳しい基準で感染拡大防止に取り組んでいるため、アナウンサー研修を対面で行えず、ずっとリモート形式で研修を実施し、 内閣官房の緊急事態宣言解除以後から、同局本社にて対面での研修がスタート。同局の慣例である開局記念日での初泣きはできず、春風亭一之助あなたとハッピー。2020年8月14日、放送文にて、飯田が講師となって研修している模様が、オンエアに乗ったりしていたが、春風亭一之助あなたとハッピー。同年9月18日放送分の、 ベランダ天気予報の生中継にて初泣きデビューする予定であることが発表され、同日放送分にて、ベランダが所在する5回 CP 局フロアで、同局社長であるヒバル、ひばるまっきが見守る中、ベランダ天気予報で初泣きした。ラジオインターネット動画配信 AB、ミックスゾーンアナウンサー内田祐希。ミックスゾーン。2020年10月1日閲覧。ABCDEF。 ラジオっ子、内田有紀アナが、サンスポライ社16年ぶりの日本放送番組、担当入社。サンケイスポーツ。https、www.sanspo.com、芸能、ニュース、2020万907、字を20兆907億503万 3N1、HTML2020 年9月7日閲覧。男性アナウンサーとしては、2018年に入社した。 小長井はじめ以来2年不利となる合格者一覧2020年度実績総数テレビ朝日アスク2020年8月8日閲覧 AB 日本放送2020年度新人アナウンサー内田祐希9月18日デビュー日本放送 https://www.1242.com スラッシュインフォメーションスラッシュ,ュ,ュ,ュ239376スラッシュ2020年9月11日閲覧。ハッピー1242のツイート、LF 新人アナ内田裕樹9月18日デビュー。文化通信社、2020年9月10日閲覧。 KB ハッピー1242のツイート、初泣き構成放送ブースに戻った際、番組に恩師である村井からラジコで初泣きを視聴した、胸の感想をメールが寄せられ、番組内で読み上げられたハッピー1242のツイート、広報ヘッドラインズ、横浜国大の教員3名が、映画、アルキメデスの対戦を監修、横浜国立大学、 https://www.inu.ac.jp スラッシュカススラッシュ広報スラッシュ22307スラッシュティテールド2020年9月1日閲覧一番の夢は、オールナイト日本パーソナリティ。日本放送新人アナウンサー内田祐希9月18日デビュー。日本放送ニュースオンライン2020年9月11日。 閲覧。2020年10月8日。辛抱二郎ズームそこまで言うか。辛抱二郎ズームそこまで言うか。2020年9月11日閲覧。ニュース小山慶一郎。学生との約束叶う。次は、放送局で会おう生ラジオで共演。 おらかニュース、https www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2185216スラッシュフルスラッシュ2021年2月21日閲覧。広田美幸のツイート中継予定の予備カードである、阪神タイガース東京ヤクルトスワローズが、降雨による試合開始時間変更のため、予備の予備である、 福岡ソフトバンクホークス、千葉ロッテマリーンズにつなげる前に会社に残っていた当時参りとブースに入って上記番組の番宣トーク。ありがとうございます。